知らない、ね、だって見向きもしてくれなかったし。次が最後の村です。はい、ゲルは好きですかって聞いたらうーんっていう反応だったから、木村由紀さん。バラを受け取っていただけますか。やるかい。ありがとうございます。呼ばれると思ってなかったから、あ、うん、あ、よかったって思う。